さてさて、ゴーレムを加えて3人になった一行、たどり着いたところは荒れ果てた鉱山だったそうな。クエ、ここはミスリル鉱石だ。鉱山ね。ミスリルっていう銀を掘り出していたところだ。今じゃミスリルも取れなくなって使ってないみたいだけど、ここ盗賊出るいう噂、油断禁物を脅かすなよ。でも山を越えるにはここを抜けなきゃいけないんだろう。待ちな。このご時世に旅たいいご身分だな。さあ金目のものをおとなしく置いてってもらおうか。ゴブリンかな。お、お前らおとなしく渡せ。リーダーの僕の命がかかってるんだぞ。クエ、お、お前も青石持ってるのか。なんだって。え、お前らもこの石を持ってたとはな。面白い。この校内で勝負だ。負けた方が青い石を渡すって条件でな。クエ、いいだろう、俺たち負けない。わ、分かったなら早く話せ。お前たちも多少腕には覚えがありそうだな。ここにはブリザドって魔石があるんだ。一つでブリザド、氷を張って走ってきたやつをスピンさせる。なるほど、なんか水たまりみたいな感じか。二つでブリザラ、たくさんの氷を張りスピンさせる。バナナみたいな感じかな。これがトリプルバナナかな。三つだとブリザが敵全体を氷漬けにして大クラッシュさせる。まあ、これは応答バナナみたいな感じかな。だが、ブリザードの魔石を使おうと拾っても、オイラのアビリティ、ウンドルでその魔石をいただいちまうぜ。あ、それ強いね、めっちゃ。じゃあ、ちょっと今回ゴーレム使ってみるか。グリップルっていうのを使ってたんだ。操作しやすくなる？グリップ力が上がる。やってみようか。さあ、まずは初見プレイです。もう3人に勝たなきゃいけない感じなのかな、これ。上から行ってみるか。私重さ結構あるんじゃない、ぶつかっても。ほらほら、負けないと。ヘイストを取ってしまった。実況者失格だな。ヘイスト使っとくか。1に出ちゃった。あ、グリップ力を上がるみたいな感じ。うん、変わってんのかこれ。あ、ちょっと変わってる気がする。ヘイストしかないな私。これショートカットかな、左。あ、ごめん、ショートカット分かんなかった、初見だから。左のやつがブリザラか。あ、これ今手に入れたのやつ、水たまりだろ。こんな感じ、クラッシュさせた。バナナを置いたみたいな感じですよ。ちょっと左行くよ、今度は。ちょっといろんな道を見ないとね。これファイヤーの方がいいな、これ絶対。でも前にいた敵にはブリザラすればいいの。あ、ショートカットがあるから、なんかなんとかいけそうな感じがするけどね。あのショートカットを知ったら、普通に走ってるだけだけど。あーっと、お前取るな。マジで取んないでくれ。この辺にあるんだよな、グリップ力。あ、ここか。細っ。いけるいける、これ大丈夫だこれ。お、水だ、これ私のじゃん。最初の。オッケーオッケー、よし分かったぞ。ラスト3周目、ブリザガにしてから相手、頼む、ハテナ取ればよかったか。ブリザガにしてから、うわ、ぶん取られた。あ、取られた、マジで。今がぶん取るですね。もう負けちゃったかな、普通に。ブリザガも見せれなくて、見せ場も何もなくて終わっちゃうのか。ブリザード、これじゃ弱い。この辺か。お、ショートカットして、これでもいいか。あ、ダメだ、負けちゃった、また。もう置いとこ。敵に分かってチョコも1位だよ。でもこれいいんじゃないの、味方がゴールしてるから。ちょっとストーリー進めましょうか。ブリザだとかブリザガとか今後見られるかもしれない。初見でクリアできたのは良かったけどね。どうだ、恐れ入ったか。ち、オイラとしたことが油断しちまったか。さあ早いとこその青い石のピアスをよこしな。クエ、なんか仲間が増えたら勝ちやすくなるね。こいつだけに負けんかったらいいからな。なんだよ。なんだこれ。あ、そいつは。なに。全略国王殿、あんたのお宝は頂戴する。怪盗ゴブ小僧。かわいいな、ゴブ小僧だって。ゴブ小僧って、あの、聞いたことある。ゴブ小僧、盗むのは悪い金持ちからだけ。盗んだものを貧しい人与える。ん、じゃああんたが
っちバレちまったか、仕方ねえ、このゴブ小僧逃げも隠れもしねえ、でどうする、お上にでも突き出すかい、もう時代劇みたいな感じじゃん舞台がそうだ、こいつを捕まえれば褒美として結構なお宝が、クエクエ、いやこれ見逃してあげようよ、なんだよやめろってのか、俺もわかる、こいつ悪いやつ、違う、クエ、へお人知らぜおめえら、こんなに美味しい金づるをみすみす見逃すなんて、ふえ、わあ勝ったよ、見逃しゃいいんだろ、見逃しゃ、さあゴブ小僧俺たち通してくれ、あいにくそういうわけにはいかねえな、な、なに、おいらも一緒に行かせてもらうぜ、おいらの正体をバラされちゃかなわねえからな、くえくえ、それにお前金目のものにかけちゃ随分と鼻が利きそうだしな。さあ、さすが分かる人には分かっちゃうな。おっと、勘違いすんなよ。こちとらてめえのために盗みを働くなんて気はねえからな。僕は盗みなんかしないよ。ただ、ちょっと人より鼻が。まあ、こうなった以上、旅は道連れ。世は情けだ。よろしく頼むぜ、兄弟。よろしくお願いします。なんか素直に喜べないな。くえ。こうしてまた一人妙なやつが仲間に加わったそうな。面白いな、すごくこのゲーム。